はい、皆さんこんにちは、あちでございます。フォールアウト3ですね、パート178をやっていきたいと思います。前回で奴隷商人のねところから、奴隷となっている子供を解放して、リトルランプライトに入れるようになったのではないでしょうか。そんな遠くなかったよね。いや遠かったかな。でおまけにレベルが上がりました。遠いね、遠いからもう直で行っちゃおう。もうねレベルが今19になりましただもんでね、次レベル上がるのかな。上がるんですね多分ね。次上がったらもう打ち止めです。レベルが最高になりますね。はい、よいしょ、よっこいしょと。で、あ、違うね。ここの彼に。またあんたか、消えろって言っただろ。あ、この人市長なんだ。市長兼門番なんだね。あら、あんたの仲間を連れ戻して入ってもいいか。これだね。あんたは悪い人じゃないみたいだね。入っていいよ。でもおかしな真似はするなよ。はい、もうなんだかあれだね。どこ行っても悪者扱いな、悪者というかのおさんくさい人扱いされますね。ごめんね。もうね、もうとっとと行きましょう。もう先どんどん話進めちゃうんですけども、どうもここのランプライトって子供たちばかりなんですよね。あ、それは見ていただいたらわかると思うんですけども、でこのランプライトの見てて。何を見てて。はい、ムーンガムーンガ、うんちみたいな草すね。うるさいわもう。でここで成長すると追い出されるんですよね。で追い出された人がどこに行くのかというとビッグタウンに行くんですよ。だもんでレッドさんとか彼らはここの出身なんですね。確かそんな話だったと思います。なんだい、そう、ベン、なんだ。光りすぎて分かんない。あ、こうしたらいいのか。そう、ベー、なんだ。いやでももう矢印がポインターが言ってる方向に行きますよ。会話しないといけないのかな。フーリガン、すごい名前ですね。あ、来たかな。ここのような気がしますね。ちょっと電気つけましょう。あー、なんか来たね。あれ、まだ？まだなのかい？はいはい、犬が結構たくさんいますね。あ、これか。これ？いや、何も出ないけど。あ、登るのか。で、ここかい？ん？何も出ないけどね。あ、フラグ立てないといけないの、ひょっとして。ああ、そうかもしんないね。なんだろうこれ。ああ、おもし？仕掛け？扉を上げる仕掛けなんですね。あ、これか。現在これは使用できません。ああ、許可がいるのかな。きっとそうだね。違う、こっちじゃないね。こっちかな？こっちだね。あらら、会話しときゃよかった。はい、誰？誰誰？誰？はいはい。あ、住人か。ボロカスですね。ここ、誰か固有名詞のある人。
あ、ポリティシス RJ はなんてこと考えてるの。あんたみたいなムングをここに入れるなんて。あんたは誰とつるんでるの。レイダー、奴隷商人、ミュータント、答えなさいよ。そっちの仲間を救ったことで市長から入っていいと言われている。誰のためにも働かない。でも自分の邪魔をするのは後悔することになる。子供相手に脅迫ですね。サミーのやつら自力で戻れなかったってあんた思ってんの。市長に言ってやったわよ。あんたがその辺にいるつもりなら私がプリンセスだって身をもって知ることになるわ。ここいらを仕切ってる私をね、忘れないでよ。うん、ボルト87にどうしても行かなくてはならないんだ。生き方を教えてほしいと。あんたのような人間がどうしてプリンセスなんてニックネームに。まあもういらんな、余計な話しましょう。やめときましょう。あそこへは行かないわ、怖いから。もっと知りたければ市長に聞いて。えらい主要らしい方ですね。じゃあもうやめておきましょう。あら、許可を与えてくださってどうもありがとう、薄のろ野郎さん。もう本当にまともな人いないんだからね、なかなかね。で、こちらはグレートチャンバー。その前に市長と話しておきたいんですが、あ、もういないのかな。お、誰？あ、また住人の子だね。ムーンゴ、ムーンゴ、うんこみたいな臭さだ。むちゃくちゃだね。これは、あ、やばい、帰ってきてる。違うね。あ、こっち来たんだ。広いんだね。まあ、市長と話すべきだったんでしょうね。おい、誰？お、やつだ。助けてくれてありがとう。来てくれなかったら今頃死んでたよ。僕の意見はいつでも戻ってきてほしいって気持ちさ。もちろんそんな権限ないんだけどね。で、何かいるの？ん？取引できんのね。ボルト始まりどうしても行かなくてはならないんだ。でも字が反転してますんで、あんまいい答えはないんでしょうね。あそこへは行かない、面白くないもん。もっと知りたければ市長に聞いて。そういうことね。なんでスクレールと呼ばれるんだと。それは僕の知りたがりで可愛い性格から来るんだと思いたいな。それと木登りの上手いところも。でもノックノックは僕が変わり者だからって言うんだ。どっちが正しいと思う？ノックノックっていう人もいるのね。さあ、じゃあやっぱり市長ですね。市長探しに行きましょう。市長っていうのはどこにいるんだい？あ、これやつだ。ここを出るのにムングの助けはいらなかったんだよ。でしょ？でも助けてくれた。だから、うん、ありがとう。でもそうなると僕はまた裏門でプリンセスの護衛をしなくちゃいけないってこと。どっちに転んでもダメだったらね。バックゲートを守っていて楽しいか。はあ。いいえ、プリンセスはいつも威張ってるし、撃つものが何もないからね。お姫様はいつも僕をからかうんだ。自分のあだ名が嫌いなことと、何の任務を与えられないことへの腹いせだよ。ああ、役立たずなんですね、プリンセスさん。はい、道順を教えてほしい。どこ行くの？病院はどこ？あ、あんのね。入り口の近くにあるオフィスビルを知ってる？ルーシーが仕事の時は彼女が応急処置をしてくれるんだ。まあなんか入り口の北側にお土産屋があるんだ。そこでニックナックがガラクタを売ってるから、そこに行ってみなよ。結構社会を築いてるんですよね。どこでも、ビッグタウンでもそうでしたけどね。ここだよ、キノコの水たまりにようこそ。さあ食べて。で、ボルト87探してるんだ。手伝ってくれないか。そこに行くには小さな子供は通行禁止の、ガードのいる殺人通りを通らなくちゃいけないよ。もしそこの様子を見たいんだったら、お土産屋の北側にあるけど。いいですよ。はい、もう一悶着あるんですね。じゃあ、あとで。やっぱり市長と会話しないとダメなんですね。どこにいるんだろう、市長。まだ門番してるのかな。ここにいたのかな。あら、いないね。いないね。あ、市長探さないといけないか。ということはうろちょろしまくらないといけないということなんでしょうね。あ、そうそう、この動画
黒いのありますんでね、お気をつけくださいね。よいしょ、道具箱、まあ、センサーモジュールね、センサーモジュールもいらないけどね。あ、オフィスビルね。はい、電気つけましょう。あ、ついてたんね。ついてたんだわ。お、誰かいた。ごめんなさい。バンブルさん。わあ、ムンゴこんなに近くで見たことないや。レイダー？それとも奴隷商人？それかミュータント？もしそうなら隠れに行くもん。だって子供だから銃がまだ使えないんだもん。ああ、銃使えないのね。え、全部違う。自分はボルト居住者だ。少なくともあんたくらいの年だった頃はねと。自分は怪物だ。お前を食うためにやってる。こんなん言っちゃダメだよね。はい、古いボルトのとこに住んでたの？誰もそこには住んでないって思ってた。モンスターでいっぱいだから。市長さんはそこに行かせたりしないよ。行った人は戻ってこないから。帰ってこなかった人みたいには見えない。違うとこから来たんだね。あ、結構洞察力ありそうな子だね。なんでみんなはあんたをバンブルと呼ぶんだ？単なる名前だよ。分かった？なんか怒ってる。台無しになったのは私のせいじゃないもん。ルーシーが私はまだまだって言ってたの。バンブルってなんか意味あんのかな。わかんないけど。わかんないの。まだ時々道に迷っちゃうの。本当に困ったな。はい、ありがとう。バイバイ、ボルトの住人さん。あ、スリになるのね。余計なことはしないようにしておきましょう。あ、ベッドがある。まさか寝れる？あ、残念、寝れなかった。まあ一ポイントはね、体力はあるんでね、よしとしましょうか。よいしょ、ちょっとスニーキングでいきましょう。操作が早すぎた、早すぎて困るんで。あ、あ、いや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 、弾薬、弾薬盗んじゃうのね。日誌？あ、これか。エントリー、はい。もう一個、はい。聞きましょうか。一からだね。私はキャリー・ディライニー。ワシントン市のアーリードーン小学校で4年生を教えています。昨日、2077年10月23日。学校の生徒半分がランプライト洞窟へ遠足に行ったの。帰ろうとして準備をしていたら、そうしたら異常なことが起き始めて、洞窟が揺れ始めて、照明が消えて、子供たちが叫び始めたの。それで何事が起きたのか、ミスター・ポラックが外の様子を見に行ったんだけど、彼は戻ってくると見たことを話してくれたわ。雲だって。ついに起きてしまったのよ。世界の終わりが。ああ、その時の様子なんですね。みんな無事。怯えた子たち82人と洞窟に閉じ込められたのを無事と呼べるならね。生きてはいるわ。でも一体この先どうしたらいいのか。4日経ちました。今朝クラーディアが様子を見に行ったけど戻ってきませんでした。それでミスターコブが彼女を探しに行ったんだけど、彼も戻ってきませんでした。残ったのは私と、もう2人の教師と、付き添いの保護者が2人、洞窟の関係者が何人かいるだけ。そしてかわいそうな子供たちです。何日か分の食料と水は十分にあると思う。でもその後はわからない。ずっとここにいるわけにはいかないわ。そうでしょう。コブって言いましたよね、ミスターコブって。ひょっとしてモリアーティのところにいるコブさんなんでしょうかね。ああ、そうかもしれないですね。あ、何もできないね。何もできないです。寝ることもできませんね。あ、これも盗んじゃうんでしょうね。あ、いけるかな。残念。こっちからか。よっと。よいしょ、ちょっとスニーキングで。何これ。あ、いけたいけた。挟まったりしない？
てかこれ触れないんだね。あ、いや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 、今なんか出たけど赤だったからやめましょう。市長を探さないといけないんですが、ここにはどうも市長はいなさそうですね。あ、ここは寝れるんだ、覚えておこう。オフィスビルですね。さあ、何もなかったので、あの広いところを走り回らないといけないんでしょうね、きっとね。市長に会わないといけないんですが、市長に対するマーカーはついていないんですよね。初めの段階で市長と会話しておくべきでしたね。もう用ないわと思ったんで、しまったなと。これ先右行って、お土産屋さんっていうのは多分これのことですね。なもんで左に行きましょう。ねえ、誰？あ、ノックノック。ねえ、ムンゴを入れていいのかな。喧嘩のことを聞いてないの？あんたがそのうちの一人と思ってるんだけど。なんてクールなのよ。あんたを入れさせる理由があるんでしょうね。ねえ。ボルト101出身だ。奴隷商人からあんたの仲間を何人か助け出した。あんただったの？やるじゃん。ここを離れる前に楽しくできたならいいけど、あいつらに二度とそんなことないように念を入れとかなきゃ。ところで私はノックノック。ここいらの士気を高めるのに責任持ってんの。それより私いろんな物語を集めててね、時々みんなを楽しませるために話を取引したりしてんの。ないよりある方がいいでしょ。うん、士気を管理してるといったのはどういう意味だ。そうですね、厳密に言えば私はパトロールして平和を維持してんの。だいたいみんなが幸せでトラブルに巻き込まれないように気をつけてることかな。平和をなくしちゃったら守ることもできないでしょ。ほら、ベーン。嘘、もう一回聞きたい。いいです。いや、遊んでる暇ないな。いいじゃん、ノックノック。あそこにいるのは誰だ。ノア。どこに行けばもっと面白い冗談を聞けるんだ。それいい。食べ物が手に入るのはって言おうとしてたんだ。今の面白かった。スピーチ鳴らしならまず、今の面白かったにしておきましょう。マジでそう思ってんの？実は面白いって。他のみんなもそう思うように説得してくれる。実はね、ほとんどのジョークはボルトで見つけたボルトボーイのお笑い絵本に載ってるやつなのよ。そんなに面白くないよ。聞いてるとなんだか落ち着く感じはするけどね。新しい冗談は笑い話じゃないのか。そんなくだらない話は聞いたことはないと。新しい冗談は笑い話じゃないのか。おかしいことがたくさんあったのよ。例えばサミーがヤツのこと女って勘違いしたレイダーを撃ったりとか、そんなことがね。でも私たちって外からの新しい話をたくさん聞くわけじゃないの。スカベンジャーたちはずっと隠れてるからニュースもあまりないでしょ。私としては外の世界からいろいろ物語を聞きたいの。実際何か耳にしたら私に気兼ねなく教えてね。はい、小話ならできる。あ、小話ならできる。なんだろう。本当？もっと教えて。父が去ったのはそんなに前のことじゃない。すぐに後を追ったんだ。ウェイストランドで名声と冒険を手に入れるために人生を捨てたんだ。家族は遠に亡くした今、ウェイストランドに復讐するために立ち上がったんだ。ウェイストランドで名声と冒険を手に入れるために人生を捨てたんだ。うわ、根性がいりそうね。ここの生活はつまらないかもしれないけど、私はそんなの目指してるんじゃないの。そんなのあんまりいらないのよ。教えて、あれから何があったの。ようやく父を見つけたけど、父は生涯をかけて築き上げるものを守ってたんだ。おう、おう、なんかいけんのね。ようやく父を見つけたけど、これ本当の話しましょう。うわぁ、ひどいタイミングってやつね。それってつまり本当に気の毒だって思うわ。次は何が起こるの。後で詳しく話す。でも今は終わらせるために動いてる最中だ。はい、そうだろうと思った。いい物語を作るには時間がいるもんでしょ。はい、なんでノックノックと呼ばれてるんだ。みんながニッキーを新しい名前で呼び始めたら、私にも名前が必要になるでしょ。もし双子ならニックナックとスーって呼ばれるのを見過ごせないでしょ。あ、双子なのかな。道順どこへ。あ、
いいです別に。あ、そう。はい。わかった。じゃあ。ああ、話の長いキャラクターでしたね。で、こっちなんか書いてるね。フード。まあもともとあれなんだよね、遠足に来てた子供たちの末裔になるのかな。すいません、スクエルさんが喋ったのね。で、核戦争が起きちゃってというところなんでしょうかね。そんな感じがしますよね。あ、誰かいる。気をつけて。はい。あ、これ置いておきましょう。よいしょ。そうか、 RJ に君を連れてきた真っ当な理由があるといいんだけど。なぜかというと、今はムンゴがここに来て僕たちの食べ物を取り上げて困らせるという予想しかできないからだね。誘拐された子供を救ったことで市長から中に入っていいと言われている。うん。わあ、すごいな。次はデスクローかなんか連れてきて町のマスコットにするなんてどう？とにかく安全にあの子たちを連れ帰ってくれてありがとう。これからは外の世界ではもっと注意すると思うよ。もしここで食べ物もどきが必要だったら僕を見つけて。名前はエクレアだね。バカにするんだったら刻んでステーキにしちゃうよ。本当ここの人ってあれですね、このフォールアウト3の翻訳の問題かな、わかんないですけど、感謝されてるのか皮肉言われてるのかわかんないんですよね。どこから食料入れてるんだ。正直に言ってほしい。外部から回収できないときは壁から擦り落としたり水の表面からすくい取ったりするんだよ。食べ物のほとんどは洞窟に入るキノコからできてるんだ。慣れればそんなに悪くないし、まあ他の方法もないからね。まあ腹持ちはいいからたくさん食べる必要はないんだけどね。でも正直味はひどいよ。キノコの生産地はどこに？めったに見つけられないし、他の洞窟では見たことがないらしい。なんでここにあるのかわからないけど、なかったら生きていけないんだ。キノコは木に生えるよね。いや、洞窟だ。前にノックノックが言ってるのを聞いてからずっと頭にこびりついてるんだよ。ここに生やそうと思っても無駄なんだ。僕にできるのは収穫して準備すること。大抵は匂い取りだけどね。今のところ知りたいのは以上だ。分かった。なんでエクレアと呼ばれてるのか。このあだ名は僕が太ってていつもクリームまみれだからついたんじゃないよ。それが君の質問なら、前にスカベンジャーだった頃、古い料理本の数ページを見つけたんだ。時たま試してみてたんだよ。言っとくけど、洞窟のキノコからエクレアを作ろうなんてしない方がいいよ。味がずっと残るんだ。嫌な意味でね。食事の邪魔をし悪かった。ありがとう。このカビ時間が経つと美味しくないんだ。カビ食べてるのね。おっと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 しまったしまった。やばい。あ、よかったよかった。溺れるかなと思っちゃった。どっちから来たんだっけ。こんにちは。ノックノックさんだねこれ。ねえ、いやもういいですよ、あなたと話すと長いから。さあこっちだね。グレートチャンバーへって今出てましたね。ねえ、おう、はい、あなたは住人ね。だもんで、複雑だなここも。暗くて見えないしね。あ、人が何人かいそうだ。で、こっちにいるね。あ、行った出張。わかった。中に入れるけど目を離さないからな。面倒は起こすなよ。他人の尻拭いはごめんだからな。はい、何も問題を起こすつもりはない。そうね。よかった、賢くしていてね。ボルト87にどうしても行かなくてええならで行き方教えてほしいと。あんたが勇敢なのはわかるけど危険だぜ。あの場所はモンスターばっかだぞ。行く方法知ってるのか。知ってるよ。殺人通りを通るんだ。危険な道だけど使えるドアはそれしかないよ。それしか方法はないのか。他に方法はないよ。ここに来た時から別のドアは開いていないんだ。コンピューターが壊れてジョセフでも直せないんだよ。どこでジョセフに会える。
僕は子守じゃない、市長だ。まったく、ね、ドアのそばまで戻ってきてるかも。どうでもいいけどね。あ、なんかフラグ立ったような気がしたい。ボルド始まりに行くために殺人道路を使いたい。本気か？あそこは恐ろしい場所だよ。怖くはないけど気は進まないな。うん、ああもちろんだ。わかった、あんたがそう言うなら行こう。あんたのために門を開いてやるよ。おお、話が動きましたね。ちょっと待って、私道迷うからせめて連れてってほしいですね。よいしょ。おお、すごく細かく曲がってるとついていけない。よいしょ。はいはいはい。おっとっと、大丈夫かい？引っかかってたね。よかった、抜けれてね。抜けれなかったやばいもんね。ドア開けてくれないことになるもんね。よいしょ。あ、来たかな、ここだね。うんうんうん。あのコンピューターの誰々っていうのは、あんた横にいたの？ちょっと市長さん、もう一遍喋ろっか。今度は何だよ。ああ、怒ってるね。どうやってここを組織的に統括してるんだと。秩序だって？この場所を歩いてみればわかるだろ。秩序なんてどこにもないよ。他にどうしようもないんだ。永遠にここにいるのは不可能だ。いずれここを出ていかなくちゃならない。よそへ行っても楽しみなんてない。ここにいる間は楽しむことにしたんだ。そして僕みたいな冷酷なやつが崩壊しないように時々睨みを利かすのさ。どうやってここの代表に？難しいことじゃない。ここじゃ誰でも市長に立候補できる。リーダーの責任を引き受けたいやつが少ないだけだよ。大抵は他の連中が飽きるまでは市長でいられる。新しい市長が決まったらお払い箱だ。5分で交代したこともあったかな。僕は3年かけてこの場所を強くした。そのおかげでみんな僕がずっと市長だと認めている。僕もそれで構わない。いずれみんな出ていかなくてはならないって。ああ、はいはい、成長すれば人は変わるし、僕たちはあのムンゴたちを信用していない。年を取りすぎる前にここを出てビッグタウンに向かうんだ。ランプライトで戦って生き残ってきた子供たちは大人たちに甘やかされたあそこにいる子供たちよりも優れているよ。ね、ビッグタウンが出てきましたよね。今のところ知りたいのは以上だ。もう時間だね。海外でもあんまりリーダーになりたくないのですかね、皆さんね。取引はいいですね。あ、お前は何者だ。いや、別に何者だって聞いてもね。また後で。好きにすればいい。さあ、やっとボルト87に行けますよ。で、敵さんが出てくるみたいなこと言ってるからね。殺人通りって言われてますもんね。さあ、さあ出てくるかな何か。あ、でもここはまだあれ、いきなり分かれ道だね。あ、いきなりいるわ。おお、ミュータントさんだね。仕掛けるか。来てるね。来ないか。あ、来ないね、これね。後ろから撃っちゃおうか。あ、遠く行っちゃった。どうしよう。頭38ですね。当たりませんが、あれで撃とうか、ライフルで。うわ、2人いる。うわ、ロケットランチャー持ってる。どうしよう。ちょっと隠れて地雷仕掛けよっか。地雷仕掛けてみんなも面白いかもしれないですね。そういや地雷ってあんまりまともに仕掛けてないもんで、これでいけるかな。こっち向いてる？
あ、こっち向いてるね。あ、ダメだね。あ、来てる来てる。よし、引っ返した。罠が動いた。痛いって言って今ブツンって言いましたもんね。お茶目だね。ダメージちょっと食らってるね。ちょっと置いてきちゃったけどね、地雷をね一個。どちらかというとこれかな。次は来ないかい。来ないかな。来ないね。あ、動いた動いた。来るでしょう。あ、来た来た。ドーン言うでしょうね。おっしゃい。さらにここで追い打ち。ひどいな私も。そら怖いわ。早くたまらないと。こっちの方がいいかな。あ、こっちの方がいいね。ショットガンね、高所になりましたね。来るね。ここにいるんだ。ああ、どうしよう。ミサイルランチャー一発で落とすことない。よし。で、頭。お、なんかテクニカルな勝ち方してます。どうしよう。一応ミサイルもらっときますね。あ、ちょっとね、時間が来ましたので、この辺で割っておきましょうかね。で、敵まだいる。いるね。終わっておきたいと思いますね。フォールアウト3終わっておきます。どうもありがとうございました。